商品レビュー専門、タオトロニクスの提供です。スマホで音楽聴くために、Bluetooth のスピーカー。もう常識的なものになってますね。ある電気会社の調査ですと、Bluetooth のスピーカー、贈り物として喜ばれる。そういう結果もありますね。Bluetooth のスピーカーさえ送っとけば、相手も喜んでくれる。プレゼントとして王道じゃないですか。まあそうなってきたということは、Bluetooth のスピーカー、普及率激しいんですよね。まあそうなったらどうするか、差をつけるしかないです。最近の Bluetooth のスピーカー、小型化になってるんですよね。小型になって、そして低音を出さない代わりに、低音バッサリ切って、中音、高音を際立たせる。それか低音、存在感だけを残す。そういう味付けですね。でも今回のタオトロニクスのスピーカー、しっかり低音出ますね。本当に低音出ます。もうピュアオーディオの世界ですよ。この字型のアルミニウム。この部分金属なんですよね。それ持った感じずっしりします。それと表面のグリルも金属です。もうとりあえず Bluetooth のスピーカーというより、高級 Bluetooth スピーカーですね。操作部はこの上の部分にある。わかりやすいですね。そして後ろにマイクロ USB の充電ポートと AUX 入力あります。この台座の部分、これ私凝ってると思うんですよね。このスペースさえあれば置ける。それ音質、低音出ますね。低音はもちろん出ますけど、ベッドサイドとか、クッション性の高いところ、そういうところに置いといても負けないですね。Bluetooth のスピーカーって、この周りの家具とかに低音を共鳴させて、音を大きくしてる。そういうところがありますけど、これは単体で頑張ってくれてますね。あと、ステレオ感ありますよ。それと、Bluetooth のスピーカーで、広い部屋で音楽流すと、確かに音は流れますけど、無理してる。ちょっと不快な大きな音、そんな感じになるんですよね。でもこれですと、10畳ぐらいの部屋だったら、鳴らしてくれますね。自然に鳴らしてくれます。棚とかにさりげなく入れとけば、専用のオーディオ不要ですね。これで BGM を鳴らしてしまいますね。まあなんかこういうもの、おしゃれな空間にも置きたくないっていうところはありますけど、これだったら、置いても許せますよね。隠さなくて、何か棚とかにさりげなく置いとく。特に部屋のインテリア、壊すことないのかなと思いますね。本格的な音のスピーカーを求めてる人。でもインテリアは壊したくない。そういう人におすすめのタオトロニクスのスピーカーです。ぜひ使ってみてください。商品レビュー専門でした。